代打左バッターの殿上。落合監督も思い切った代打ですよね。藤井に代わって代打殿上ですか。そうですよね、相手がエース級のダルビッシュというところで、はい、それだけ若い選手を思い切ってこの日本シリーズの舞台で出せるっていうのはね、4年目の殿上武清。オッケー。守る日本ハムに隙がありました。ただダルビッシュの足はどうでしょうか。今のスパイクじゃないですかね。あ、大丈夫という口の動きです。今のは野村監督、いや完璧にこう捕まえた芯で食ってますね、はい、足ですね。足ですか。もっとボテボテなってなかったよね。ああ、連携のあたりを指で触りました。左足のすねです。まあ、ドローウェイ捕まえましたね、よくね、うまくね。今ドノウエがあのアウトにはなりましたけれども、それだけダルビッシュのボール球が落ちている証拠と見ていいんでしょうか。インサイドのカットボールですよね、まあ、初めてのところを対戦するわけですから、はい、タイミングよく